メルク&カンパニーはアメリカ合衆国ニュージャージー州に本社を置く世界的な製薬会社である。ドイツの化学、医薬メーカー、メルクのアメリカ事業及び資産が第一次世界大戦中に接収され、同国において独立したのが始まりである。そのため、このドイツのメルクと区別して、米国メルクと呼ばれることもある。また、メルク&カンパニーは、北米においてのみメルクを名乗り、日本を含む、その他の地域では、MSD の名でビジネスを行っている。一方、世界的にメルクの名称を用いているドイツのメルクは、北米においてのミエンドの名でビジネスを行う。本項では、その日本法人、MSD 株式会社についても合わせて記述する。アメリカを本拠とする世界的な製薬企業であり、世界140カ国以上で事業を展開している。2011年の売上高は480億ドル。従業員数は約8万6,000名。株式がダウ平均株価の構成銘柄に選ばれている。1990年代までは医薬品業での世界売上高が断続的にトップであったが、2000年代は M&A による業界の再編に伴って、サノフィアベンティス、ファイザー、グラクソスミスクラインなどに抜かれた。しかし米国メルクは2009年11月に、米同業大手のシェディングプラウを買収、売上規模においてはファイザーに次ぐ世界2位に服している。歴史的には1827年にドイツで創業されたメルク社のアメリカ拠点として1891年にニューヨークに設立されたのが始まりで、それを第一次世界大戦中の1917年、敵国企業としてアメリカ政府がその資産とともに接収し、別個のアメリカ企業として独立させたものである。ニューヨークに米国メルクを設立したのは、メルク社をドイツで創業したエマニュエル・メルクの孫、ジョージ・ W ・メルクであり、この設立年である1891年が、米国メルクの設立年とされている。一方、第一次世界大戦後にもドイツを拠点とするメルク社は事業を継続していたため、結果として2つのメルクが今日まで存在し、それぞれ医薬品を扱う世界的企業として発展するに至っている。このような経緯を背景に、両社では以下のような名称の使い分けを実施している。同じくアメリカ政府によって接収され、以後同盟の会社が米独両国に存在した製薬関連企業の例にはシェーディング社があるが、アメリカのシェーディング社はシェディングプラウへの移行を経て、くしくも2009年には米国メルクに吸収合併されている。また、ドイツのシェーディングは2007年、同じくドイツの製薬会社バイエルに買収されて消滅している。米国メルクは1954年、1万U製薬との合弁によって、日本メルク1万U株式会社を設立、同社を1万U製薬が日本で販売する米国メルク製品の輸入、発売元とした。1970年、米国メルクの 100% 出資による日本法人として日本 MSD 株式会社が設立されたが、これは米国メルク製品、医薬品原料の輸入やライセンスの管理、メルクマニュアルの版権保有などを目的とする企業であり、医薬品の販売自体は引き続き1万U製薬との提携に基づいて行われていた。ただし、MMR ワクチンは可決権が販売するなど、一部のメルク製品については1万U製薬以外との契約によって開発、販売が行われた。1984年になると、米国メルクは、資産管理子会社を通じて1万U製薬の株式を買い増し、出資比率を 50% 超として経営権を取得した。その際、日本メルク1万Uは1万U製薬に経営統合する形で生産されている。2003年1月、米国メルクは1万U製薬を完全子会社化する方針を発表。日本 MSD が同月から同年3月上旬にかけて、TOB を実施し、上場している1万U製薬の株式の 80% 以上の買い付けに成功した。翌2004年3月、日本 MSD と1万U製薬が合併することで、米国メルクの 100% 出資の日本法人としての新生万有製薬株式会社が設立されることとなった。2008年7月、万有製薬は翌年1月に新社名、メルク万有株式会社、マーク・バニュ CO、リミテッドに変更することを発表した。しかしながら、その後に関連の追加調査が確定するまで変更を延期することが追加され、実際にはシェリングプラウとの合併を機に MSD 株式会社となったためにこの社名は幻となった。米国メルクの日本法人は MSD 株式会社である。本社は東京都千代田区九段北にある北の丸スクエア内に所在する。会社設立は2010年10月1日。2009年11月の米国メルクのシェリングプラウ買収に伴い、米国メルクの日本法人であった万有製薬とシェリングプラウ日本法人シェリングプラウ株式会社との事業統合によって誕生した。この際に社名はそれまでの万有から米国メルクの北米以外の国や地域での使用名称であるMSD に基づいたものに変更された。また、同時に社名を冠した企業広告キャッチフレーズ、未来を健やかにできる薬が制定された。2018年10月1日に企業ブランディングキャンペーンの一環として、スローガンを Inventing for Life に改められ、また、業種名を明記した MSD 製薬として表記することとなった。事業所滋賀工場は2012年10月に、杏林製薬グループ工場株式会社に譲渡。譲渡後も MSD 株式会社が販売する製品の製造が行われている。ガーダシルアメリカで関節炎のための薬バイオックス有効成分ロフェコキシブは新たなベストセラー薬となるべく1999年に承認されたが、後に心血管系のリスクが倍になると判断し、2004年にメルクは自主回収を行った。2007年には約2万7,000件の訴訟に対して約 48.5 億ドル支払うことで合意。実際には1996年にはメルクの研究者は心血管の懸念について提起していたが、アメリカ食品医薬品局に提出したデータには記載せず、適用範囲拡大のために実施していた試験にて、1999年には重篤な心血管疾患や死亡のリスクが 79% 高いことが判明していた。2001年に研究を発表する際には、データの操作を行い問題を隠蔽したが、危険性の優位な増加は隠しきれず、メルクの専門家は対象群に用いた治療薬による心臓に対する防御効果だと説明していた。ニューイングランドジャーナルオブメディシンなどにバイオックスに有利な論文が掲載されたが、多くがメルクの社員や社外に委託したものによってゴーストライトされており、その半分だけが利益相反を開示しており、データの誤りが判明しネイハムは訂正を行った。2005年にランセットに掲載された論文では、推計で 8.8 万から14万の重篤な冠状動脈性心疾患を引き起こした1899年に米国メルク社が発刊したマーク・エスマニアル・オブ・ザ・マテリア・メディカが源流で膨大な医学情報をコンパクトに要領よく掲載し、現在まで基礎的スタンダードな医学書として世界中の医療従事者を中心に活用されている専門書が MSD マニュアルである。1997年には家庭、一般向けに専門用語をできるだけ平易な表現にしたザ・マーク・マニュアル・オブ・メディカル・インフォメーション、ホームエディションが出版されており、日本ではどちらも翻訳版が日経 BP 社から出版されている。いずれもオンライン版は無料で使用することができる。メルクインデックスは米国メルク社が発行している化学物質、薬品、及び生物製剤の辞典。現在は書籍と CD-ROM からなっている。化合物名と CAS 登録番号や構造式のほか、融点、沸点、密度などの物性データ、LD50 などの生物学的データ、参考文献などを知ることができる、極めて便利で詳細な辞典である。この記事は以下のカテゴリでも参照できますメルクマニュアルに関するカテゴリ。ありがとうございます。